豊岡市の城崎温泉にある外湯御所の湯でリニューアルオープンを前に、今日報道関係者向けの内覧会が開かれました。リニューアルオープンするのは城崎温泉に7つある外湯のうちの1つ、御所の湯です。長年観光客に親しまれてきましたが、去年8月屋根の腐食により天井の一部の木材が崩落したため休館し、総事業費およそ1億800万円を投じて大規模な改修が進められてきました。新しく生まれ変わった御所の湯は他の外湯とは趣が異なり、屋根のない開放感のある庭園露天風呂となっていて、田島の山々をイメージした自然豊かな空間での入浴を楽しめるということです。夏には新緑、秋にはもみじ、冬には雪景色、そして春には桜の花をめでていただけるような庭園風呂になっておりますので、ぜひお越しいただきたいと思います。御所の湯は来月2日にリニューアルオープンの予定で、午前11時からセレモニーが開かれ、午後3時から一般客を迎え入れるということです。